ティー大冒険 TV。 この番組はテレビ朝日の社員友より高平、通称ナス D が、ほとんどの日本人が行ったことのないような世界の僻地命がけで向かい、知られざる文化、そこに住む人々の暮らしをディレクター目線でリポートする超本気気候ドキュメントです。今回は特別編、ナス D が無人島で花火を上げるという大冒険に挑戦。第23話、無人島の花火大会。今年花火を見られなかった全ての方に贈ります。鍵屋。江戸時代から360年以上も続く花火屋さんの屋号で、集客数100万人以上にも達する江戸川区花火大会などを演出。なんと現在15代目。噂によるとバラエティ番組の出演は NG。 花火師、しかも15代目というとかなり厳しそうですが、無人島で花火を上げたいという願いを聞いてもらうため、ナス D が15代目に会いに行きました。失礼かと思いますけど。あれ、女性。鍵屋15代目天野明子さん。柔道7段、国際大会で銅メダルを獲得し、北京オリンピック柔道競技日本人女性初の審判を務めるほど。どうしても花火大会をしたいっていうことで、どうせやったら玉屋鍵屋ってあんじゃんって言ってたんですよ、あ、嬉しいですね。やはり花火って危険なので、はい、そういったところでの許可が下りるのかどうかとかですね、はいはい、燃えやすいものが周りにあるかないかとか、はいはい、足場ですよね、はい、靴を置く場所がきちんとあるのかどうかとか、はいはい、そういった条件が揃って花火を打ち上げる環境であればですね、はい、ご協力できればとは思いますけれどもね、はい、これはバラエティ番組じゃないんだって。そうですね、そうですね、思いっきりバラエティなんですよ。それから1ヶ月後、無人島の花火大会5日前。よろしくお願いします。この量はかなり、ここまで遠くに運んだことはありますか？ないです。トラック2台で運ばれる花火と打ち上げに使う道具は合計5トン、1700キロ離れた無人島まで運びます。緊張感があります。あ、やっぱりありますね。走ってて急ブレーキとか踏んだら前に知らぬものが行っちゃうんじゃないかとか。東海地方では岐阜県で大雨になっているところ、気象台は土砂災害に警戒するとともに、低い土地の浸水や河川の増水、落雷や激しい突風に十分注意するよう。運が悪いことに無人島周辺の天気はこのあとしばらく曇りのち雨。車中で一泊し、翌朝には岡山県へ。雨のせいで花火は打ち上げられない可能性も十分あります。しかし無人島での花火大会、この挑戦にみんなワクワクしていました。関門橋を越え九州に上陸。雨足はさらに増してきました。2日目夜には熊本県を通過。無人島までの距離は残り600キロ。たくさんの花火を積んだトラックは確実に無人島へ。数日前、鍵屋15代目の天野さんはとある場所で打ち上げ練習。おお、鍵屋の花火が見たいとおっしゃっていただいたっていうことが、はい、やはり嬉しくもあり、受けてはいいですが追い込まれてます。すいません。本当に大きな花火を中心に持ってきますので、色形光だけじゃなくて、本番ではぜひお腹にズシーンってくる花火の音、花火の音。鍵屋が本気になった無人島花火、上がるのでしょうか。鹿児島港からはフェリーで移動。その船で無人島に向かうのではなく、
まず近くの離島を目指します。ちなみに予報はここから3日間曇りのち雨のち強風、かなり厳しい状況です。そして天野さんも無人島へ。まず打ち上げの現場をどういう形の形状なのか確認したいですね。すぐさま到着した花火をチェック。花火玉をこんなに長距離運ぶのは今回が初めてだそうです。そして職人さんたちと一緒に下見のため無人島へ。上陸。岩場をよじ登り花火の打ち上げ場所を選定。するとこんな問題が。人を持ってくるのって先ほど、はい、から搬入する。そうですね、ここに流れてる浜に直接船をつけるのは相当難しいんです。浜には船をつけられないので、この200メートルの砂浜を歩き、さらに丘も越えなければなりません。花火の道具は合計5トンに及びます。不安を抱えながら道具を取り、1時間かけて本土へ戻り、持ってきた花火の道具を船に積み込むと、再び1時間かけて無人島へ。濡れたら一巻の終わり。細心の注意を払いながら花火師さんたちが一つずつ運んでいきます。筒の重さは20キロ。本当にコツコツですけど徐々に進んでますよ作業がね。花火の筒を丘の上まで上げたら、絶対に濡れないよう二重にシート、5トンもの荷物を運び入れるのは、なんと船で12回も往復しなければなりません。いや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 、こんなに苦労をしても、天気が悪ければ水の泡、予報は変わらず曇りのち雨。絶対に濡らしてはならない。緊張感漂う中準備は進んでいきました。ここで日本の花火の歴史を紹介いたします。遡ること江戸時代、イギリス人ジョン・セーリスがかの徳川家康に花火を披露。すると江戸で花火が大流行、花火の売買が規制されるほどだったそうです。その頃野兵というものが河原に生えている足の茎に火薬を詰め、手持ちの吹き出し花火を考案。これがたちまち評判となり、1659年日本橋横山町に鍵屋を開業。1711年には将軍家信の命で鍵屋が隅田川で流星を打ち上げたという記録が残されています。1733年には両国川開き大花火が開催され、鍵屋六代目弥平が3ヶ月間毎晩のように20発ほどの花火の打ち上げを任されました。この両国の花火大会が一段と盛り上がったのは、鍵屋からのれん分けした玉屋と技を競い合うようになってから、その時の見物客の掛け声が有名な玉屋鍵屋なんです。その後玉屋は火事が原因で断絶。一方鍵屋は当時としては画期的な丸く開く花火を開発するなど、日本花火の歴史を背負ってきたのです。すみません、ちょっと失礼だと思いますけど。はい、ありがとうございます。こちらの天野明子さんが女性で初めて360年の歴史を誇る鍵屋を襲名。
の試みとなる無人島での花火大会実現のためやってきてくれたんです。花火を打ち上げるポイントまで持っていくことがまず、ただ運ぶだけじゃなくて水濡らすわけいかないですから、そんな簡単には運べない。こちらは尺玉という超特大花火を打ち上げるための筒。この筒をはしごを使って下ろしていきます。そっちは多分ダメだよ、波が上がってくるから。迫力ある花火を打ち上げるため設置場所は簡単には決められません。普段の花火打ち上げとは全く環境が違うから甘くはないですね。炎天下、まだまだ終わらない花火の準備。足場が悪いというか、本来でやっぱトラックでポン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 と置いていけるところがトラックも使えないし、荷台をやりたくても砂浜だから荷台使えないので、全部で作業になってきますから。前日から運び込んだ花火の筒を並べ終えたら、その中に火薬を入れていきます。そしていよいよ筒に花火玉をセット。色、種類別に並べ、夜空のキャンバスに花を描くのです。最高で2つです。2つしか詰めてはいけない、決まりが、法律があるので、まあ、一発ところももちろんありますけど、これは隣の、例えば花火が上がった時にその勢いでポンって蓋が開かないようにですね、花火ってものすごい威力で上がってきますから、隣の左をもらっちゃうので。この作業は毎回されてるんですか。そうですね、夏はね、ほとんどみんな寝ないですよ、きっと1ヶ月間。続いて花火を打ち上げるために重要な役割を担うこんな機材が登場。今回はコンピューターで着火していくので、はい、これに気が入って、はい、パチッと入る。そうするとどうなるんですか。いきます。電気導火線っていいます。ちょっと打ち上げ危ないかも、落ちてて大丈夫ですか、はい。天候が変わりやすく、この準備中に雨が降ったらアウト。さらに夜になると真っ暗になる。花火大会を無事に成功させるため、明るいうちに全てをチェックしなければなりません。ここで地元の消防署員も訪れ安全を確認。風は西から来るかもしれない。あ、こっちから。花火打ち上げ準備はいよいよ佳境。ケーブル張ってない。今セットしているのは大きな筒。そこに直径30センチの巨大な花火玉。尺玉っていう大きさです。東京ではあまり見ることができない尺玉、大きい玉が上がりますので、それも見どころですし。尺玉と言われている花火の上と文字とフィナーレの上も花火。錦鯉、降ってちょっと垂れてくる、ガーッと垂れてくるものだとか、八重心という三重の円を描く、登っていく途中にパンパンパンって弾けながら登っていくんで、見てほしいなと思います。日本の花火の歴史を背負っている鍵屋です。真っ暗闇の無人島で花火を打ち上げたことはこれまで一度もないそうです。天野さんから無人島で花火を打ち上げるって話を聞いたと。どう思う？嘘でしょ。ちょっと大丈夫かなっていう不安もありましたけど。予想外にきつかったっす。予想できなかったことがたくさんありすぎて大変だなと思うことがありますけど、ただこちらの花火を待ってくださっている方がいらっしゃいますので、なんとかしてよ、なんとかしないといけないのかなっていう、うまく思いなくなる。それをうまく活かせるのが僕たちの仕事ですから。無人島で花火大会ってやったことは全くないから、考え方甘かったかもしれない。さあ、ここから準備も大詰め。交通チェックするときには万が一上がることがあります。花火に点火するための電流が通っているかを確認する導通と呼ばれる最終チェック。このチェック中には誤って花火が打ち上がってしまうことも。何が起こるかわからないこの導通が一番危険だそう。導通だ。
もう大丈夫？天野さん、これで打ち上げられるんですか？そうですね。もう準備全部整いました。お待ちどうさまでした。はい、よい。さあ、ついに打ち上げの時。あと2分。ラスト30秒。カメラからの映像。
行ってる時は正直戦いなんですよ。だって喜んでくれる人がいるから、もうそれだけですね。そして翌日、現場の片付けを行いますが、いいですか、お茶あげたって。喧嘩SD の大冒険チャンネルではいろんなことに挑戦中。皆様、次回もご視聴お願いいたします。